新潟のスーパー笹団子マシンでございます。本日はですね、これから新型コロナウイルスと戦う医療従事者の皆さんを支援するためにですね、チョップアップチャレンジというものに挑戦したいと思っております。その試合が決着した時点での合計チョップ回数かける100円をですね、新型コロナウイルス感染症に対応してらっしゃる医療従事者を支援する募金窓口的なところにですね、私笹団子マシンから振り込まさせて、いただこうと思っております。おどうなんでしょう、この、まあ、打ち合えば打ち合うほど、まあ、医療従事者の方々に対する寄付の金額が伸びるわけじゃないですか。 でもいざとなったらやっぱ避けたり、あ、数えてる、レフリーが数えてる、え、あ、今のも入るんだ、お、それありなんだ、あ、自分でパチパチパチンしても入るんですね。なるほど、あいだけしてる大橋さんがちょっとプロレス運が来た、プロレス運来た、これちょっと良くないですね。あのね、あなたは3秒後に胸を強くチョップされるでしょう。1、2、3、うやっ、いつだ、占い的中だな、おい、お前何すんだ、お前何すんだよ、何すんだ、うまいこと返す、これレフリーが大変、そう、検証になっちゃいますよ、こんなに、はい、カウンター押してたら、お、あ、突っ張りでもいい、かなりこれチャリン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 いってますね、あー、すごいすごい、突っ張りがいいなら大橋さんさらに有利ですね。まあ、相撲ね出身の大橋徹選手ですが、リングでここまではっきりと突っ張りをしたのはなんか初めて見た気がします。まあ、本当にそのキャリア的にも実力的にもとってもおかしくない、うん、そうですね、もうかなりキャリアもね登場の中でも上になるわけですからね、リカ選手も。この間の動画チャンネルで姉妹でお取り寄せ出前をどれだけ食べるかっていう配信もしてましたからね、いやね、あのほら D1 もそうでしたけども、中村敬吾選手がなかなか食べても食べても太れない、そうなんですよ、でかくなれないと、はい、それが悩みだと言ってましたが、やっぱお姉ちゃんにちょっとコツを聞くっていうのもあるかもしれないですね。あのご飯食べて体を大きくするっていうのもプロレスラーの才能の一つですからね。もちろんです、はい、お、坂崎選手は母の梅の木をくれて、そうなんです、誰と戦ってもチャレンジとなります。そしてこちら中島翔子、あ、やっぱ皆さんやっぱアイドルに、そうですね、心を救われてるんですね、うん、あの竹下選手は自粛中にあれ、はい、漫画200冊読んだんでしたっけ。漫画200冊読みましたね、聞きましたね自分で、はい、それ多分皆さん聞きますよね。あの電子好きで最近買ってるんで分かんないんですよ、あの物がないんで。なるほど、気づいたら200冊増えててちょっと引きましたね、はい、まあでもね、やっぱり竹下選手、はい、漫画大好きですからね。漫画大好きです。しかしロープ切り返された、ヒップアタイム、あ、さすがアイアンヒップを持つ女辰巳梨花、膝が今骨が、はい、あの皿がやられましたね。まあなんといってもね、腰中志郎選手から直接指示を受けてますからね、このヒップアタックは。そうですね、先日道場で僕もちょっとあのウェイトトレーニングをしに行ったらですね、ナヤ選手が中村の持つサンドバッグにすごい勢いであのミット打ちしてました。それ中村選手持ってられるんですか。中村吹っ飛んでましたね。そうでしょうね、痛いですって言いながらお願いしますって何度もあの30分以上してたんじゃないですか、ね、ミット打ちを。まあね、出た、大水スーパックス、危ない危ない危ない、まあ、竹下選手もね、何度なく青木選手とは戦ってますけれど、はいはい、その度にこう変わってきてるわけじゃないですか、青木選手が。そうですね、どんどんプロレスの引き出しっていうのが増えてくるんで毎回、うん、逆に僕なんかはそのちょっとでも格闘技の引き出しっていうのを僕は逆に増やして、うん、それで対抗してましたけど、ね、なるほど、はい、ああ、さすが直樹もこの大きい苗の打撃をまともにもらうのはかなり厳しいでしょう。ああ、捕まった、
まともにエルボーをもらった青木真也、ぐらつきます。お、今度はコーナーを背にして、お、なぜ、もっと打ってこいと言わんばかりですよ。まあ、青木選手も自分で内選手を指名したからにはやれることはやってこいというところはあるんでしょうね、うん、さあ、チョークスラム、いや、ネックハンディングか、ネックハンディング、ネックハンディング、高い、高い、高いですよ。2メートル超えですよね。いやでも確かにこの表情を見ると内野球優しさというものは確かになくなりました。うわー、おー、高いのど落とし、手足の長さが青木選手と並ぶと、並ぶと王も違うかと。お、そう、伊藤選手もかなり今海外を視野に入れていて、そうですね、最近のツイッターを見てますね。いやだからすごいなと思うのが、あれだけミドルフィンガーを出しながらも、まあ、海外、我々日本人にとってあんなのやっちゃダメだと思うんですけど、まあ、海外のファンがもう増え続けているっていうのがすごい。やっぱり去年ニューヨークに行って伊藤ちゃんかわいいをやってくれたっていうね、はい、これを、ね、一時期竹下選手もね、あまりね、はいはい、そういうことやっちゃダメだよ、そうだ、そうです、言ってましたけど、はい、おお、守った、これ怖い人ですよ、ちょっと怖い人、あー怖いなー、泣いた、泣いたらやっぱり坂口さんも、あ、踏んだ、しかも腹パン効かない伊藤選手のさまざまな策略が効かないです、効かなかった、もう多分だってそんな半端ない修羅場を坂口さんはねきっとくぐってきてるから、今の数秒で5手ぐらい出しましたからね伊藤は、早かったですね、泣いてから足踏むまでが早かった今日は、ね、意味を持っています、アイドル石頭、あまりアイドル頭の硬さ競わないでしょうからね、ああああ、いいですね、そういうことができる、スルリと避けてフルネルソンから、あ、鼻、あ、鼻高梨選手の、高梨選手の動き、友達の友達には容赦しない、はい、今一人 CDK でしたよ、いや、やっぱ出てこないですねこれ、あれ、フェードアウトしちゃった、無理やったか、なんか連絡が、かわいそうに、まあ、でもこれはしょうがないです、どうすん、いや待ってくれれば、いやいや無理じゃん、いやいやいや無理じゃん、いやいやいや待って、まあ、3分だけ待って、いやいや無理、絶対来ないまだ家出てないのに、ね、アベマでも放送されてんだぞ、いつまでも待ってらんないよ、無理3分だ、あと3分だけ、いやもう来ないよ、もう来ないよ、待ってください、終わらせよう、来るかな、お願いします、中学時代に友達と中学生がプロレス技をやってみたみたいな動画をですね、はい、YouTube にずっとアップし続けて、はい、それが高木三四郎の目に留まったという、はいはい、そうなんです、ね、そんな時代なんですよ、そんな時代ですね、高木さんもやっぱりすごいですね、そうですね、まあ、そういう意味であの竹下幸之介選手にしてもね、中学生時代からもう DDT に履歴書を送ってたみたいなところがあるわけですからね、そういう彼らが本当にもうトップにねいる時代、まあ、秋山選手こうやって DDT でも若い選手と肌を合わせたりしてますし、もちろん全日本プロレスでも若い選手を育てていますが、はい、どうですかこの今の最近の20代のね、うん、この若い選手の気質といいますか、プロレスラーとしてあーどうですかね、まあのれんに腕押しというか、まあ、聞いてるのか聞いてないかわからないっていう感じもなくもないですね、あ、まあ、決して丸藤といえども油断できない相手です。まあ、この丸藤選手も非常にここ数年はリング上でフットワークの軽いところを見せています、うん、そうですね、ノアに限らずいろいろな団体に出たりいろいろな相手と戦ったりと、どうですか秋山選手もそういった、はい、まあ、丸藤選手をはじめ、はい、各レスラーのそういったフットワークみたいなものは、はいはい、結構注目されてますか。そうですね、まあ、あのフットワーク軽い人は僕が結構軽かったんで、そうですよね、確かにそのね、洗練を、はい、あ
おお、四角から飛んでくるトラスティックを読んでいました。さらにセカンドロープから巻き投げ、誘って加速をつけて、おお、ラブファドーラー、何をしてくるか読めません。さあ問題はね、その宮城県タッグで原島ルフジに挑むわけですけども、はい、まあ、同郷ではあるんですが、マオとアスカの相性ってどうなんでしょうかね。どうなんでしょうね。でもなんかそういうこう、その村田さんのおっしゃるこう新住民同士な感じでこう感じ合えるところがあるんじゃないですか。ただまあお互いのそういう天才肌同士なので、どっち2人とも暴走しちゃうとね、抑える人もねって可能性はあるかもしれないですね。さあこちらがティーホーク、ストロングハースのエース的存在ですが、この DDT ではダムネーションと業務提携してダムハースとして暴れています。このティーフォークは上野吉村組を若くて非常にいいものを持っているのに、なんか突き抜けきれてなくてもったいないというような見方をしていたんですよね。世代的にはそれほど、ね、年代が離れてるわけじゃないですね。そうですね、まあ、ディホクの方がキャリアはかなりありますけれども、はい、まあ、もう若手という、ね、感じではディホクの場合はないと思うの で、 そうです、ね、ただなんかこうもったいないんじゃないかな。ちょうどその原島選手たちも、ね、そのディザスターの中にいるところを見ていたので、やっぱりお兄さんたちの影に隠れてるというふうに、ね、ディホクの目には見えてたのかもしれませんね。もう自分はリーダーとかやってるわけですからね。まあ、秋山選手もそういった突き抜けるとか、前に出ていないとか、そういうもったいないなんていうのはよく聞く言葉だと思うんですけど、はい、そういうのってやっぱ感じるものですか。そうですね、感じますけど、まあ、出たけでも出れないやつもいますからね。うん、そうですね。じゃないと僕も28年やってないですね。本当ですね。すごく説得力のある言葉ですね。さあリング上はこちら吉村直美とエル・リンダマンです。まあ、非常にね161センチと小柄なんですが、パワーはもうね自慢ですありますからね。ものすごい綺麗に投げ切りますからね。ただまあ吉村選手は大きいですからね。この正確さ、秋山選手どうですか、はい、この吉村選手の太もも、太ももすごいですね。ゼウスがよく言ってますよ。あ、やっぱそうですか。そうなんですよ、はい、もうね、一人ビッグガンズみたいな感じです。そうですね、はい、全日本プロレスのゼウス選手のジムでかつて鍛えた、はい、今でも吉村選手のことは可愛がってるんですか、ゼウス選手は。あ、よく言ってますよ、僕がここにね、DDT の時も吉村によろしくって言ってました。いや、ふてぶてしさもね、うん、何か受け継いだかのような。そうですね、2019年、はい、去年12月の28日、後楽園ホールでした。まあ、だから遠藤哲也はこれが2回目の田中雅人とのシングルになります。3度目の正直っていう言葉は俺にはないんだというふうに言っていたので。2度目の正直ですね。まあ、今回本来でしたらこれ埼玉スーパーアリーナのメインでやるはずだった試合なわけじゃないですか。そうなるでしょうね、やっぱり。そうなんですよね、はい、で今回だからこういう無観客でのスーパーショーということになったことについては、去年遠藤選手が初めてベルトを取ったのもニューヨークで、しかもいつどこ挑戦権を使ってという形だったので、こう特殊なシチュエーションというのは自分にとっては結構燃える材料になるんだというふうに遠藤選手は言ってたんですね。すごいですね、田中選手も10点満点ですね、すべて。鋼の肉体、ハードコア実績、まあ、スタミナとスピードもね、銃つくんじゃないですか。もう全部つきますね。そうですね、その遠藤選手が初めて無差別級を取った時も、いつでもどこでも挑戦権を行使したニューヨークで、はい、そうなんですね。でカリスマから取ってるんですよね。そうなんですよ、こともあろうに、はい。まあ、でも3度目の正直はないといった遠藤哲也、この田中雅人戦に絶対的な自信を持って今日のメインに立っています。その自信はどこから来るものなのか、何か秘策があるのか、それとも今の自分は田中雅人を上回る何かを持っているという、その証明をしてくれるのか。それを思うほど田中雅人という存在は本当に強いです。どうやったら倒せるのか、それを見せてくれるか。遠藤スペシャル。
まあこれねギリギリ場外での攻防ということでレフリーああブラ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 嘘嘘嘘いったほら歴史は繰り返したうわ早いですよね息を整える暇もありません分かってるんでしょうねチャンピオンはああ